係はいたってフラットだ。何でも話せるくらいかな。付き合いは長いが何も変わらないよね。せっかく用意したムードも茶化されて終わってしまうんだよ。打ち明けられないまま格好もつかないまま、yeah。暑くてってる T シャツが汗ばんでる。じめっとした僕みたい、いつまでも乾かない。やいや、逃げ込んで入ったコンビニ、懐かしいコミックを購入。君がいればどうかな、一緒に笑えるかな、yeah。 スーパーチャットが言うなかった。クローさんありがとうございます。もう一人どなただろう、流れていってしまった。ありがとうございます。カレンさんです。ありがとうございます。もう何年演じてんだろう、親友としてのキャスティング。距離感はいいんだが、でも本音を言えば辛い。いやいや、相談しやすいって言うけど、いつも君の恋愛トーク。微妙な心の中バレないようにして、この目の奥に映ってる笑顔を僕だけのもんにしたいんだ。どうにか焼き付けられないかな。外ファインダーを覗いたら、想像よりずっとずっと遠くに君がいる気がした。いつかは誰かと消えていってしまう。見上げれば青い空も二つに分けくじとき遥か空へ夏が飛んでく。季節がもう過ぎてゆく。かげろうの中で立ってる不器用なだけの僕ら。ぼやけてる世界でも君だけは歪まない。いやいや、友情って名前のシンドローム、出口のない永久迷路。動くのも怖いから踏み出せないでいる。食べようとしていたはずのアイスクリーム、ベタベタに溶けていたんだ。運命って待ってくれないんだな。今会いたい救いでも、いつになく真面目な声で誘い出してみようかな。そのまま連れ去ってしまえたならも、勢いで抱え込んだ思いも伝えられるかも。ファインダーを覗いたら、手が届きそうなほどそばに君が見えたらいいな。幸せは増えたって減るもんじゃない。君となら、どんな一瞬だってきらめて見え